親の勧めで、少林寺拳法の世界に入って、まあ、練習していく中で実戦の試合に出てみたいと思い、まあ、会長の勧めもあって出てました。まあ、練習は本当きつかったんですけど、まあ、試合に勝って、まあ、みんなが一緒に喜んでくれたりとか、そういう試合が終わった後の打ち上げだったり、その辺ですかね。手前。僕が受け持っているキッズクラスっていうのがあって、それが今15人ぐらい、自分のこのキックボクシングの経験を、まあ、子どもたちに伝えることもできるし、まあ、その中でこう自分のスキルアップにもなるところもたくさんあるんで、子どもの育成というか、まあ、キックボクシングを広めてはいきたいと思います。国先生、試合頑張ってください。頑張ってください。Ciao, sono Roberto Palestini. So che sei un grande campione, ma il 21 aprile a Yokohama City ti dimostrerò quanto siamo duri noi atleti italiani, facendoti passare la nottata più infernale della tua vita con un match durissimo. なんか新鮮な気持ちで挑めるっていうのもあるし、まあ、この地元からの応援団もだいぶ来てくれるんで、本当自分の中では楽しみです。今回も KO で勝ってメインの試合を締めたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。